今目まぐるしく変わっていく県内の交通網。建て替え工事が進む JR 広島駅では、少しずつその全貌が明らかに。今年開業30年を迎えるアストラムラインで進む延伸計画。しかし雲行きは怪しく、ますます使うことがないなるよね、私らの年代だったらね。だからがっかりしました。一体どうなっていくのか。運行が終了し新たな形に生まれ変わるものもあれば、まさに今存続の危機にある交通も。今変わっていく交通を取材しました。県内で変わる交通といえば、広島駅の南側に来ています。工事現場の幕が一部下ろされて、ガラス張りでしょうか、中が見えちゃいそうです。2020年から建て替え工事が続く JR 広島駅。商業施設やホテル、映画館などが入る予定の新駅ビルは、徐々にその姿を現してきました。2階部分には路面電車がそのまま出入りするなど、全く新しい姿へと生まれ変わります。路面電車は駅前大橋から伸びるおよそ260メートルの高架を走る新たなルートができる予定です。八丁堀神谷町方面と広島駅を結ぶ現在のルートよりもおよそ4分の短縮となる見込みで、線路の敷設も着々と進んでいます。大きく姿を変えようとしている広島の玄関口、完成は来年の春を目指しています。延伸計画が進んでいるのがアストラムラインです。完成すれば西広島駅まで伸びることになります。アストラムラインでは、現在の終着駅安佐南区の広域公園前駅から西区の西広島駅まで延伸計画が進められています。その距離 7.1km。 新たに6つの駅を整備し、佐伯区のさつきが丘団地や中四国最大規模のアウトレットなどを経由します。いや、できてほしいな、早く。楽しみですね。便利になるんでとてもいいと思います。友達とも行きやすくなったりするので、どうなるのかがちょっとわからないから不安ではあるんですけど、まだアストラムラインに乗ったことがないので、この機会に乗れたらいいな。しかし、その開業時期をめぐって今大きな波紋を呼んでいます。平成30年7月豪雨災害による交通事態調査の遅れや、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により全体として遅れが出ている。広島市は2030年の開業予定を発表していましたが、予定から6年遅れの2036年頃の開業となる見通しを2月明らかにしました。ますます使うことがないなるよね、私らの年代だったらね。その時だったら自分もういないかなって住んでないかも。ちょっと遠いなとは思いますけど、でもその分楽になったりとかするのであれば、いいのかなって思います。がっかりしました。住民説明会とかは出られ、案内はありましたけど出てません。もう決まってた話ですから、いくら言っても早くなりませんよね。先月から今月にかけて行われた延伸区間内での住民説明会、ルート図や利便性の向上などについて説明されましたが、参加者からは不安の声も。いろいろ建築費等も高騰、もう間違いなく高騰します。これまた3年後6年後どういう事業費が増えていくのか、1年でも2年でもスピーディーに早く進めていただくと。建設費は資材価格の高騰などによりおよそ190億円増加し、760億円まで膨らむ見通し。また市は延伸区間の利用客について2015年の予測、1日1万5000人から大幅に減少する9100人となる見込みを明らかにしています。
開業時期や採算性など不安が残るアストラムライン延伸計画。市は2027年度にも事業を本格化させ、早期開業を目指すとしています。この景色が見られるのもあと1週間。秋区の緑坂団地と JR 瀬野駅前までの 1.3 キロを結ぶスカイレール。部品調達費用が重なるなど赤字が続き、今月末の廃止が決定しています。これに代わる新たな交通手段として先月運行が始まったのが電気で動くバス。バスの利用促進を進めて、緑坂のどこまでも青い空と青いタウンバスが住民の誇りとなるように取り組んでまいりたい。災害時は電力供給も可能だというこちらのバス、緑坂団地の新たなシンボルとなるのでしょうか。のどかな山あいを走る列車、この景色も変わってしまうのでしょうか。廃止ありき、存続ありきという前提を置くことなく、具体的なファクトとデータに基づき議論を進めてまいります。JR 芸備線では先月、全国で初めて再構築協議会が開かれました。協議会では芸備線の一部区間の存廃を話し合います。沿線地方がこう減少していくというようなことが見込まれる中、沿線地域の方々のニーズを踏まえますと、大量輸送でありますとか拠点間輸送といった鉄道の特性というものが発揮しづらいというような環境にあるのではないかと。この区間では存廃の検討目安となる輸送密度1000人未満を大幅に下回っていて、2019年度には48人となるなど、利用者の減少による厳しい現状も。鉄道として残すか、あるいはバスなどに転換するか、これから3年以内に結論を出すことになります。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。